ドイツのガーデンノームガーデンノーム、または、庭小人は、ドワーフやノームといった人間の形をした、想像上の小さな生き物を模した像である。それらは、先の尖った赤い帽子を被った男性像で、庭に飾られる。ガーデンノームは19世紀にドイツで初めて作られ、フランスそして、イギリスに広まった。ガーデンノームは、ドイツ語では、ガーテインズワーッチと呼ばれる。 英語ではガーデンノームと呼ばれるが、それは19世紀にガーデンノームがドイツからイギリスに渡った時、なが、ツベルガからノームに付け替えられたためである。ガーデンノームは一般的に男性像で赤いフリジア帽をかぶり、顎ひげを生やし、パイプを持つことが多い。それらは様々な姿勢をとり、釣りや昼毛といった娯楽を満喫している。 テラコッタ製のガーデンノームの製造方法は次の通りである、赤つ色の液状粘土を型に流し込み、粘土が固まったら型から取り外して、釜でしっかり焼き、冷ました後に色付けをする。伝統的な方法のほか、安価な天然樹脂などを使った生産も行われる。1847年に、イギリスのチャールズ・アイシャム教がドイツから購入した、ガーデンノーム。 ランピーの複製品1841年、ドイツのドレスデンの紹介ベアマレッシュには、ドワーフ、または小さな種族を模した陶磁器製の小さな像の在庫があった。異論もあるが、ベアマレッシュが最初のガーデンノームの例とされる。その後、ガーデンノームはドイツのザクセン州やチューリンゲン州からフランス、イギリスへ広まった。1847年に、 イギリスのチャールズ・アイシャムは、ドイツのフィリップ・グリーベルによって製造された21体のテラコッタ製のガーデンノームを購入し、自邸であるノーサンプトンのランポートホールの庭園に飾った。その21体のうち唯一残存するランピーという愛称のガーデンノームは、ランポートホールに展示され、100万ポンドの保険がかけられた。1860年頃以降、 ドイツの駐輪原州にある陶磁器で知られる町、グレフェンドーダでは多くのガーデンノームが作られた。グレフェンドーダのフィリップ・グリーベルは現在もガーデンノームの生産を続けている。古代ローマ時代に庭園及び果樹園の守護神プリアーポスの小さな像が庭を守るため廃されることがあった。中世ヨーロッパでは富豪の家にグロテスクという小さな人型のものを含む石像が廃された。 1700年代になると、ハウスドワーフという室内装飾が流行した。旅するガーデンノームと呼ばれ、ガーデンノームを旅に連れ出し、有名なランドマークを背景に、像の写真を撮るという、悪ふざけにもなりふる遊びがある。これは2001年のフランス映画、アメリに登場し、広く知られるようになった。イギリスの社会人類学者、ケイト・フォックスは、 仮想中産階級や労働者階級の人々ほど装飾の多い小綺麗に手入れされ組織化された庭を好む傾向があると指摘しコテッチガーデンなどの伝統的なガーデニングを好む貴族や上層中産階級に対しガーデンノームを配置した庭は仮想階級に特有のものであると述べているハリー・ポッターなどのイギリス文学やメディア作品では庭に置いてある ガーデンノームを剣をすることで、その人物の出自や階級意識を表現する場合がある。ありがとうございます。